ルネポティエ、ルネポティエは、フランス、モレスユル・ロワン出身の元自転車競技選手。1905年のパリ、ルーベ、ボルドをパリでいずれも2位に入る。同年のツールド・フランスにも出場した。1906年、925.290km をマークして、24時間耐久トラックレースである、ボール、ドールレースを優勝。 パリ・ルーベ3位を経て、2度目のツール・ド・フランスに挑み、第2第5ステージで勝利したほか、第13ステージも制し、31ポイントを上げて、総合優勝を果たした。しかし、プロ選手としての活動は、事実上、ツール・ド・フランスを制したことで、ピリオドが打たれることになる。翌1907年1月25日、夫人と共に無理心中を遂げ、27歳で生涯を閉じた。 ポティエの死後間もなくしてツールド・フランス海の親として知られるアンリ・デグランジュが1905年にツールド・フランスとして最初の山岳コースとして組み入れられたバロン・ダルサスに石碑を混流した。なお、同年のバロン・ダルサスをトップで通過したのがポティエであった。ありがとうございます。